縄があれば山は登れる、いかだがあれば海は渡れる。40歳までわしはあらゆる秘境を踏破した。とんがり帽子山はわしの冒険を終わらせた。いや、それだけではないかもしれない。わしは年を取った。かつてわしは幾度も山のふもとで果てしない雪に敗れた。それはまるで弱点のない獣、世界の残酷さそのもののようで、わしは怯えた。勇気を失った冒険者は高い山を登れなくなる。わしは山登りをやめ、大きな夢を見始めた。人類は自然を征服するために道具を発明する。そして何度も何度も改善を重ねる。足でたどり着けないなら道具を使うのだ。道具でできないことは翼に力を借りよう。親愛なる友よ、この未完成の翼の設計図は託したぞ。未知を前に人類は力を合わせる。生きていれば人類にたどり着けない場所などない。わしに残された時間は多くない。だが風はまだ訪れない。しかしわしらは、あるいはその子孫、弟子、友人の中に、そこへたどり着ける者は必ず現れる。